はい、今日は、海に釣りに行きますが、ルアー5目。風強いね、今日。ADV、3台並びだね。ハンターカゴは中入れたんだな。発売日があったから、中に入れてますね。発売日前は奥にあったんですね。で、フォルザと、大型バイクがよくわかりませんが、並んでます。繁盛してるな。今日は、フォルザ。結構インプレ動画上がってますけれども、あんまり言われてないことを、僕が感じてることですけど、伝えたいと思います。いくつか、まあ、1年半ぐらい乗ってまして、1万2000キロですか乗ってるので、まあ、私初バイクなんですけど、これ。いくつか分かってきたこともあるはあります。では、まずよく言われる第一、足つき性ですね。実は私 AT 免許で免許取ってます。教習所はスカイウェーブのタイプ S でした。ちょっと、あのバイクのシート高は調べてこなかったんですけど、おそらく700前後だと思います。両足つきましたね。まあ、とにかく足つきに関してはもう、教習車のスカイウェーブに乗った後、これに乗ってるわけで、もちろん、教習所に行くまで前に、じゃあ足つきチェックしましたね。その後、教習所に行って、スカイウェーブに行って、フォルツァにまた戻ったということで、さあ、納車だーって言って、やったーと思って行った時に、むっと思いましたね。やばい。このバイク俺乗れるかなっていうのが思ったことです。私ですね、身長160センチ、足短めなんですよ。なので、割と小柄な方ですね。女性の平均身長ぐらいなのかなだと思います。なので、まあ、女性でフォルザって、まあまあ考えられてないじゃないですか。女性ライダーでフォルザ乗ってる人って見たことない。ADV でなんかブログ、XADV でなんかやってる人見たことありますけど、あれはね、シート幅がちょっと狭いんで、多分ですけど、フォルザのが足つきは悪い。XADV と比べたら。なので、やばいと。こんなバイク俺買っちゃったけど大丈夫かなと思いました。それで、もうしばらく、もう乗った初日は10キロぐらい、あ、いや、15キロぐらいかな。とにかく完熟走行ということで、ぐる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 都内の知ってる道を回ったんですけど、もう止まるのが恐怖で恐怖で。正直言うと片足しかつかないですよ、私、このバイク。両足つかないんですね。もちろんシート前出して、もうバレリーナの、本当にもうバレリーナの中のバレリーナになれば、なんだかよくわかんないですけど、足つきますよ、両足。けど意味ないぐらいですね、もう。かろうじてつくみたいな。触れるみたいな感じ。なので、もう完全にもう、左足だけをつくっていうスタイルを貫いてもね。なので右足で足つくと結構ギクシャクしますよ。で、バックとか、バイクに乗って下がらなきゃいけないとかは、もう降りてやるか、もう緊急事態の時はもう左足だけでトン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 って下がるみたいな。してます。で、乗れるのかっていうと、果たしてそんな身長の人間、このバイクに乗って大丈夫かっていうことを言いますと、大丈夫ですね。立ちこけはまだしたことないです。こけたことはありますけど、立ちこけじゃなかったんで、ちょっと、まあ、未熟なことをしたんで、とこけたっていうのが、坂道で言うたんかな。で、一回こけましたけど、それ以外ではこかしたことは、まあ、走行中はないです。置きこけっていうのを何度かやってますけど、走行中はないです。止まるときの、こうやり方なんですけど、まず足の踏み替えがもう恐怖で最初、今はできますよ。けど、最初の頃はもう左足つくことしかできない。今これ止まりますけど、まあ左足つきますね。
で、踏み替えっていうのはもう完全に両足つかないんで、ほらほらほら、つかないでしょ。なので、こんな感じ。お尻をずらすって感じですね。で、こんな風に、今はできますけど、もう乗り立ての頃はもう全然できない。もう怖くてしょうがなかったです。で、今お尻ブリブリずらしながらやってますけれども、まあこんなことも今はできますけど、本当怖かったですね、最初の頃は。それで、やっぱり左足しかつかないって決めてますので、多分よろけた時にどうなるかっていうことです。両足つく人はもうホイホイホイっつって両足ついて修正するんですけど、私の場合はもうバランスだけで全部処理します。なので止まる瞬間も左足つくような感じで、お尻をややずらし気味に、やります。なので、まぁ、ちょっと次止まるときにちょっとお見せしますけど、ちょっとばかし、小細工しないと安心して止まれないということですね。じゃあ止まってみますね。どこです？まずは路面の段差見ます。わだちのところを選びます。右か左か。今は左行きましょう。右のがね、止めやすいですね。それでゆっくりと行って、止まる瞬間はこう、ずらす。ハンドルを右にずらすと、左に倒れますので、静止状態だとね。走ってるときはね、うまくなるけど、こうやってやると、ほらほら、こっち側に倒れるでしょ。だから、止まる瞬間にやや左置きですね。で、それでもバランスが崩れるときはもう進んじゃいますね、こうやって。こうやって進めば、絶対に左側に倒れるようになりますので、これをやる。まあ、誰も教えてくれなかったね、自分で身につきましたね、技は。足つきも不安なくできます。じゃあ次もう一回試しましょうね。止まるときはお尻をあらかじめずらして足を出して、ほい、こんな感じ。こんな感じで止まれば、ちょっと今大げさにやってますけどね。で、風が強いときはもう完全に末切りですね。それでブレーキかければ自然とバイクは左に倒れ下がるんで、それで、これだったらもうだいぶ支えられますね。ちょっと傾いても大丈夫で、起こすときはまっすぐにして、こっちに力をかける。よいしょ。これで戻りますね。もちろん、アクセルをかけちゃえば自立するんで、そういう作用もうまく利用して、やれば、慣れてしまえばっていうのはそういうことだと思います。こうやってやっていけば、パチゴケは、少なくとも1万2000キロ走ってるうちはなかったです。で、私ご覧の通り、都内メインなんで、相当ゴーストップはしてます。ただの1万2000キロじゃなくて、街中を含めた1万2000キロですので、何回なんか足をついたかわかりませんけど、やっていけばできますね。ということで、不満シート校、シート校に対しての不満が一つあります。だけど、まあなんとか処置はできるかなと思います。で、続いてですね、2番目なんですけれども、こちらは、サスペンションですかね。よく言う スクーターユニットスイング式って言いますけれども、リアがまたつくとかなんかありますけど、私これよくわかりません。教習車からユニットスイング式しか乗ってません。これがいいとか悪いとか言えないんですけど、本当は言えないんですけど、私が言いたいのはフロントサスペンション。これアクロとか、ですね、こういうなんか路面状況の悪いところをもう完全に底つくような感じするんですよね。ガチャンって言うんですよ。多分オンロード仕様のバイクってみんなこうなんですかね。わかんないですけど、おそらく XMAX、 ライバル車の XMAX はこうじゃないんじゃないかなって気がします。構造が割と余裕がある、ストロークに余裕があるような構造をしてますので、だからフォルザって実はフロントサスペンションに関しては XMAX より劣ってるんじゃないかなーって、まあ比べたわけじゃないですけどね、思ってます。なので気になる人はやっぱ両方乗って走らせてみるといいと思います。とにかくフロントサスが暴れやすい、暴れるっていうんですか、底つきがすごいんですよ、アクロを走ると。で、私ちょっとガードとかこれで走っちゃいますんで、ちょっと狩猟とかやるときに相当
あとまあ走り抜けはしませんよ。乗降に近いようなところでやるんですけど、うん、やっぱそこ好き。で、都内のその路面の荒れたところですね、飛鳥山の交差点っていつも荒れてるんですけど、あそこを走り抜けるときにガタ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 行って、もスマホはガタガタ揺れるわで、結構大変、なんかもう、サスペンションが底ついちゃって、なんかフレームがもう悲鳴を上げるような感じになるということですね。まあ、もちろんゆっくり走ればいいんですけど、ちょっと余裕がないね、フロントサスペンね。というところが2番目ですね。それと、3番目なんですけど、これはちょっとバイク全般なのか、この車種固有なのかわかんないですけど、スクーターです。スクーター全般なのか、この車種固有かわからないですけど、下の風、足元の風って少し巻き込んでる気がするんですよね。それで、特に冬場ですね。私、冬場の、もう、ほぼ0度みたいなところで高速乗ったりするんですよ。朝の明け方とか。冬場はです。もう、100キロを、気温0度で走るっていうことをやるんですけど、そうなるとね、足元にやっぱ風が巻き込んでくるのを、風がとても、気になる時がありますね。もちろん防寒装備をバッチリつければ、最終的には気にならなくなる装備にできるんですけれども、ちょっとそこはいまいちなのかもしれません。それと、あとは、まあ、この件はそれぐらいかな。あと、不満点でもう一個は、エアーフィルターの位置。まあ、これスクーターの宿命なんですけど、かなり下の方から空気吸ってます、このバイク。ユニットスイング、いわゆる、リアホイールの真ん中ぐらいの高さですよね。なので、ダートとか走ると、やっぱりね、なんか、ゴミ吸っちゃいやすくてですね、エアフィルターをこの間変えたんですよ。ちょっとこれ水入ってますよって言われて。あ、そうですか。やっぱダートでバシャバシャ、水溜りとかガンガン走ってたんで、で、入っちゃったんかもしれないです。で、エアフィルターがちょっと濡れたガットがあるんで、これ変えた方がいいですよって言われて、この間変えてます。ので、XADV って7班のやつと、ADV150 って今出てて、X が取れてるじゃないですか、ADV になったと。多分ね、あれ、クロスオーバーのクロスなんでしょうね。で、ちょっとアクロも走れますっていうことが言い切れないっていうところで、ちょっとクロスできませんけど、ADV ですっていうような意味合いなのかなーって、僕は、今の事例も合わせて考えたんですね、あれが出た時に。ああ、やっぱそうだよね。アクロをガンガン走れるバイクじゃないけど、ちょっとは走れます。るかもしれないっていうバイクとしてあれは出してるんだなっていうのが分かりました。まあ、所詮スクーターの範囲で頑張ってくださいっていう意味だと思います。なので、まあ、ADV250 とか300とか、まあ、オルツァベースで出るとしたら、やっぱ X はつかないんじゃないかなって思います。満点その3だったかな?3 だったかな?ですね。排気量が小さいって、これはね、もう、そんなこと言ったら元も子もないじゃないかって言われるかもしれませんけど、高速道路走行は100キロ巡航できます。120キロ巡航できます。ですが、もう120キロ巡航まで行っちゃって余裕なしようですよ、これ。100キロ巡航だったらもうできるじゃんって、まあ、追い越し一般路みたいにひらひらと車の後ろ追い越し車線出たり入ったりっていうのはできませんもん、100キロから行ったら。100キロまで走ってるゾーンではね。まあ、100キロの車線を、巡航するっていうのは、不満なくできると思いますけど、さあ追い越しするぞっていうなると、よく出せって感じで追い越しする感じになります。なんで、その辺は、アンドのようなクイックな動きっていうのはもう無理ですね、高速だと。80キロぐらいだったらできる。首都高レベルだったらできる。ですけど、いわゆる、郊外型というか、普通の高速道路、東北道とか、東名高速とか、東名に関してはもう静岡方面行くとき上り坂ですからね、余裕ないですよ、あれは。そんな感じになります。で、やっぱちょっと、
足回りはもうバッチリいいんですよ、これ。下手なね、リッタークラスの車なんかで全然安定してるんですね、乗った感じ。ステアリングかハンドルかなんていうかわかりません。全然気ぃつかなくていいんですよ、巡航してる時も。すごく安定してる。なので、このバイクね、実はBMW の C400 でしたっけ、とかと同じクラスとして扱ってもいいんじゃないかなって思います。だから、排気量出たら400未満クラス。そして、仕切り直して出すと、まあ、かなりバランスのいいバイクになるかなと思います。欧州では300クラスとして出てる。確か排気量250じゃなくて270だか80だかって言われた。まあ、ちょっとしか増えないから多分日本では250出してるんだと思う。250で出してるんだと思う。350とかになれば、結構いいバイク。バランスの取れたいいバイクになる。なので、ちょっとそこは、ぜひともね、次期モデルでは、マイナーチェンジとかした時には、そういうクラス出してくれると、本気になって考えちゃうかな、買うことをね。で、最後は気になるところ、ですね、もう気になるところはですね、トランスミッション、これ完全に古いタイプの CVT ミッションですね、バイクっていう。なんて言うんでしたっけ、ちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけど、2世代前の頃は確か電子制御だったはずなんですよね、これ。だけど、今はもう完全に機械制御に戻してるんですね。もうなので、回転数と、ギア比の割合が一定です。アクセルを回路、強く開けたから、まあ、それは遠心力の力で多少はこう、いい動きするんですけれども、今まで何て言うか、車の CVT 乗ってた身としては、なんてこう、ゆずの効かないトランスミッションなんだっていうのはすごく思います。なので、この辺は、ちょっとコストとか、でもあるんでしょうけど、どうなんですかね。ヤマハの T-MAX も、確か、パッシブな方式、機械制御の CVT だったと思いますので、ちょっとしばらくはこの方式で行くんですかね。確か BMW の人ですね。電子制御の CVT 使ってる、電子の、ハイプラススクーターってないかもしれないですね。なのでちょっとそこはこれからの技術の進化を見ながらですね。まあ、どっちにしろ排気量から出るパワーに余裕がないので、加速時のとか何キロ時のギア比っていうのは大体もう車と違って指定されちゃいますので、まあ、これでいっちゃいいんですけど、まあ、もう少しなんとかならないかな。で、まあ、不満点。あんまり誰も言わない不満点、ちょっと挙げてみました。参考になれば幸いでございます。今日は釣れませんでしたね。まあ、上釣りはちょっとあんまり得意じゃないんですよ。なので、あえてやってきましたが、あんまりいいのになかったですね。まあ、シーズンに入れば、ちょっとうまくいくかもしれないので、リトライします。